JR 中央線武蔵小金井駅南口イトーヨーカドー武蔵小金井店3階、地元の皆様に愛されて64年、安飲繁昌の眼鏡店、メガネの前田でございます。こんにちは、メガネの前田の前田でございます。本日は、グロクという、ブランドのメダルフレームをかけております。当店では最新の取り扱いブランドとなっております。さて今回は、今月から新発売になりました、ニコンの新しい老眼対策レンズのシリーズ、ロハスシリーズについてご紹介してみたいと思います。こちらが今回ご紹介いたします。この4月から新しく発売されました、ニコンの新しい老眼対策レンズシリーズ、ロハスシリーズの、リーフレットになります。今まで、レンズはですね、遠近両用レンズ、あるいは室内空間快適レンズ、近用ワイドレンズ等の、選び方で選んでおりましたけれども、こちらのニコンからの新しい提案は、レンズ、メガネレンズはライフスタイルで選ぶ時代へというコンセプトに基づいた、メガネ、のレンズシリーズになります。ニコンのメガネレンズロハス、それはライフスタイルに合わせてレンズを選ぶというニコンからの新しい提案です。自分にぴったり合ったレンズで暮らしのあらゆるシーンが快適に見える、やりたいことが思い切り楽しめる、自分らしく輝ける毎日をこのメガネレンズとともに、ということで今回発売されたのがロハスシリーズになります。今まで、見づらさ、こんなことで困っていませんか、近視、遠近メガネの方、あるいは近視でコンタクトレンズの方、さらに遠近両用メガネの方、今までのコンセプトからですね、これからは、自分のライフスタイルを快適にする、5つの老眼対策として、アクティブ、ウォーク、フォーム、クラフト、リーディング、こういうコンセプトに基づいてレンズを選ぶのがこちらのロハスシリーズ、ロハス10とロハス7の、シリーズになります。具体的には見え心地をもっと快適にする専用設計、ロハス10では、歪みが少なく広く自然な視界、ワイドチューニングを使用し、さらにすっきりとよく見える視界、フェイスプロフィール、レンズと目の位置関係に応じて度数を調整するフェイスプロフィールを採用しております。お値段も、ニコンの遠近、老眼対策レンズとしては、かなりリーズナブルな、部類に入っております。ぜひこの、ロハスシリーズ、一度、ご検討いただきたいと思います。詳しくは、当店にお越しいただければ、検眼の際に、テストレンズ等もご用意いたしております。今回の新しい、老眼対策レンズニコンロハスシリーズ、ぜひ、ご検討いただきたいと思います。